ウィンドシアには航空と気象の分野の定義があり、航空では飛行機が単位時間に受ける風ベクトルの変化量を言い、気象では2点間の風ベクトルの差を両地点の距離で除したもので、航空のウィンドシアは飛行機の進行方向に沿う気象のウィンドシアに飛行機の速度を乗じたものである。風の急変する場所にあるき、重量のある Z 輸送機は揚力を急変させるが、 この現象は、離着陸時で揚力と高度が低レベルにある状態、及び音速に近い高速で飛行している時に問題となり、ウィンドシアが注目される。飛行機は、ウィンドシアによる大気速度減少分を補うために水力を増そうと、するが、このサイジェット輸送機は、その重量のため加速が制限され、加速のタイミング遅れも手伝って事故になることもあり。 また、ウィンドシアによる大気速度の減少量が飛行機の加速性能に勝れば無事に飛行を継続できない。延直シア。風向差はわずか、風速差は秒速10メートルほど。上空で延直シアが起こっていることを示す針上グも。ウィンドシアというのは、風の名前ではなく、風の状態である。それも、ある地点における風の状態ではなく、移動中の物体などにおける。 観測上の風の状態である。例えば、寒冷前線を飛行機が通過する場合を例にとる。南北方向に長い寒冷前線があり、飛行機はそこを西から東に突っ切る形で航行する。寒冷前線の西側では、風速秒速8メートルの下降気流が吹き、東側では風速秒速7メートルの上昇気流が吹いている。ここで、西側で、 下降気流に押さえつけられていた航空機は、投進して、寒冷前線を通過したと同時に上昇気流に押し上げられることになる。ここでの風速差は、秒速15メートルとなる。ウィンドシアを構成する2つの風は、風向が正反対の場合もあれば、お互いに直角方向の場合もあり、方向関係は様々である。また、風向が異なるウィンドシアもあれば、風向が 同じウィンドシアもある。ある地点を境に風速が急に変わるような場合である。以上では水平方向に移動する物体に対してのウィンドシアを取り上げたが、延直方向のウィンドシアもある。地上から目で観察する場合は、延直シ野の方がわかりやすい。例えば、空を流れる雲を見て、高度によって雲の流れる方向や速さが違えば、それはウィンドシアだと言える。精密に。 ウィンドシアを観測する場合、ラジオゾンデにより、上空の風を観測したり、デュアルドプラーレーダー、ライター、ソターなどで地上から電波、光、音波等により観測したりする。ウィンドシアは、風向の同意に関係なく、風速が大きい風が吹くことが不可欠となる。この原因は、強い上昇気流や、下降気流を発生させる、気象現象である。具体的には、前線。 発達した低気圧、積乱雲内外など主なものとして挙げられるが、晴天下でも起こる、晴天乱気流というものもあり、原因は多種多様である。ダウンバーストの発生時にはほぼ例外なく、ウィンドシアが発生する。地表に近いほど大気が摩擦の影響を受けるため、ウィンドシアが起こりやすい。航空機に関しても、離着陸に関わる、地表付近のウィンドシアの観測は、 重要性が高い。ありがとうございます。